はようございます。真昼の暗黒パート34です。前半がジョースケとのお祭りの出来事、後半が大人ミサとカズの会話でした。前半のジョースケとの話でミサに僕は犯人を見たということを伝えます。警察に話すのは消極的だったようで、通報しないままおそらく小学校でカズと出会ってしまったと想像ができますね。後半は前々回の続きでした。同居している男性の名前が伏せられていたんですが、それがきちんとカズと名前が出てきましたね。ミサの複雑な気持ちをどこまで理解できているか分かりませんが、ミサ本人が気持ちを言葉にするのが上手なので、カズも対処がしやすいんでしょうね。今回はそんな2人が一緒に寝るところからスタートになるのかなと思います。これですね。それではやっていきましょう。私はカズの寝室に入り、布団に包まった。彼の部屋は全てが垂直と平行で構成されていると言っても過言ではない。あらゆる寝具の角が見えないグリッドに揃えられているようだった。不思議なのは、神経質なほど片付けられた部屋に彼自身はルーズな格好でいるのを好み、部屋を散らかすことも厭わないということだ。ああ、前回のカズ、シワだらけのスーツだったよね。小さい頃部屋に遊びに行った時、私が目いっぱいボードゲームを広げるので部屋中あっという間に散らかったものだが、カズは何も言わなかった。それどころか歓迎しているように見えた。散らかすのを歓迎するってことあんのかな。もう遊びに行くこともあったんだね。そして私が去ってから数十分後には何事もなかったかのように部屋は元通りになっているのだった。片付けることが好きなのかな。つまり片付けという行為が好きなのだ。そうですね。私は綺麗に整えられたベッドの上で適当に寝て、カズを待った。30分で来るっていうからね。きっちり30分後にまるで測ったかのように彼は戻ってきた。実際測っているのかもしれない、カズだけにね。これは異常なんだ、おかしいんだ。私はそう言い聞かせて、カズが同じシートの中に入ってくるのを背中で感じていた。このシーン、まあこのシーンっていう感じじゃないけど、同じような状態が宴の描写もあったよね。寝たふりをしてお姉ちゃんが布団に入ってきてみたいな。カズはもう年を取った、十分生きた、そろそろ報いを受けるべきだ。そうかな、32でしょ。明日からは早めに寝るように。うるさいな、分かってるよ。あと仕事を辞めたいと明日ちゃんと言うんだよ。早めに言わないと後々面倒だからね。言うよ、時間があったら。みんな私をいじめるし、どうすればいいのかわからないんだもん。いじめられてるの？あ、仕事を任せられなくなってきたみたいなことは言ってたけど、ミサが居づらいだけなのかなって思ってたんだけど。いじめる？誰が？別に誰でもないけど、そんな感じがするってだけ。やっぱそうなんだ。でも私が仕事できないから当然なんだけどさ。職場じゃ人付き合いもないし、誰かに助けを求めるってことができないから。みんな君をいじめているなんてことはないから安心しなさい。まあ次の職場はいいところを探すんだよ。でも先生、私本当に疲れちゃったの。先生、最近寝たくても眠れないし、明日の発表のことを考えると憂鬱になるの。発表？原稿用紙を読むんだけど、原稿用紙を読むだけなんだけど、みんなが私のことを見るとドキドキしてちゃんと喋れなくなっちゃう。授業参観の時なんか大変で。ミサ、でも前はちゃんとできてたの。数字も文章もちゃんと読んで理解してた。ここ最近昔のことがフラッシュバックして、急に緊張したり気分が落ち込んだり、周りが見えない時があって。お姉ちゃんに相談できればいいんだけど、最近忙しいみたいで。ミサ、だからね、お姉ちゃんに忙しい理由をちゃんと聞こうかなって思う。最近話してないし。
私明日ちゃんとできるかな。また倒れたらどうしよう。私全然調子悪くなりたくないし、頭痛くなるの大嫌いなのに、突然来るから困ってるの。あれ、私今何話してたっけ。数を振り返る。だが無駄なことだと分かっていた。表情が読み取れない。前髪で。私は必死に直前の会話を思い出そうとする。おぼろげに輪郭が見えてきて、だいたい明日のプレゼンについて話していたことが分かった。あ、実際にプレゼンはあるんだけど、なんか視点が子供目線になってたよね。そう、明日は頑張るから。うん、うまくいくから大丈夫だよ。本当？クラスのみんなが変に思わないといいな。まあどうせ誰も聞いてないか。放課後は何しようかな。最近新しいゲーム機を買った子がいるんだ。スイッチ。毎日遊びに行っているから新しい友達もすぐ馴染めそう。引っ越した時か。放課後か。うん、明日はしっかり6次元目まであるの。ああ眠くなりそう。でも今は全然眠くならないの。あ、そうだ、あれやってよ先生。ミサ、今君は何歳だ。何？いきなり。年齢くらい答えられるだろ。10歳に決まってるでしょ。あ、違う、11歳。すっかり忘れてた。この間も間違えて10歳って書いちゃったの。やだよね。事件後だね。君は今どこにいる。どこってベッドの中に決まってんじゃん。先生と寝てることをクラスの友達に話したら、それはおかしいって言われた。確かに私もそうだと思う。でもたまにはいいかなって思うんだ。今住んでる場所はどこだっけ。は？先生記憶喪失？宮崎に引っ越してきたばっかじゃん。お父さんの会社が部屋をくれたんだよね。どこまでが事実なんだろう。事実っていうか、昔のことなんだろうけど、実際にお父さんがの会社がくれたのかな、部屋。先生、明日の仕事がうまくいくといいな。うん、ボスに叱られなきゃいいけど。ミサは回想をしてるわけじゃなくて、普通に明日のことを言おうとしてるんだけど、それが子供ミサ視点になっちゃってるって感じなのかな。カズは私を抱いて頭を撫でた。昔やっていたように。今はちゃんと意識があるの。いきなりどうしたの。君がやってほしいって言ったじゃないか。そうだっけ。私と同じシャンプーとボディーソープと、彼特有の匂いと、かすかなタバコの残り香が感じられる。自分と同じシャンプーとかボディーソープって匂い麻痺しちゃう気がするんだけど、わかるんだね。カズは最近タバコの量が増えた。昔は思いついたようにしか吸わなかったけれど、今では1日 2,3 本を消費する。まだまだ 2,3 本で済んでるならいいんじゃない。世の中のヘビースモーカーと呼ばれる人よりはマシだが、彼が嗜好品に現金を削るのは珍しいことなので、私は少々驚いていた。へえ、不必要なことに時間を取りたくない性格なのだ。なるほどね。私はタバコは全く吸わない。その代わり大量のコーヒーと精神薬に頼りきりだ。カズは狭いベッドの中で道徳的に私の頭を撫でてくれていたが、正直落ち着くどころではなかった。昼間のことを思い出して、後ろめたさと湧き上がった性欲がぐるぐる渦巻いていたからだった。まだ湧き上がってくるの。他の人たちはこういう場面では普通性交渉を行うものだ。そして自らをまた嫌悪する。カズとは無理だ。それと同時に、やつしかいないとも思う。やつとカズはイコールかい。私を堕落せしめることができるのは、私をドロドロの肉塊に変えてこの世から葬り去ってしまえるのはやつしかいない。おっ、するじゃん。ちょっと音量上げたんすよね。
今までびっくりしてなかった音なのに。ミサ、カタカナだね。テキストオンリーになっちゃった。先生は私が何度も寝返りを打っているので、うるさかったのかこちらの様子を見に来た。いつの話？これは本当に回想かな。回想っていうか、その時の小学校の引っ越した時の話かな。大丈夫？うん。眠れないの？うん、ちょっと。お姉ちゃんといつも一緒に寝てたから、よく撫でてくれてたよ。そうか。すると先生はしばらく考えた後、私の背中を寝かしつけるように軽くさすった。先生は寝ないの？うん、あまり眠くないから。大きな手のひらの往来を感じているうち、いつの間にか私は眠りに落ちているのだった。先生はこの先、どうやって生活するつもりなのだろう。一緒に移動してきたんだもんね。いや、私はこの先どうしよう。新しい小学校では、まだ事件のことはバレていない。友達にも親にも、もちろん教員にも。学校側には先生は私の叔父ということにして、両親が長期出張で出かけていると説明した。ああ、なるほど。うまくいけばいいけど、このまま隠しを押せるのか本当に不安だ。しかし結局二人で住むうち、結局カズも一緒に寝ることがたまにあった。こういうのは良くないんだよ、あまり。だから本当に眠れない時だけだからね。落ち着かなくなっちゃうね、いないとね。慣れちゃうと。中学生、高校生になってもたまに一緒に寝ることがあった。信じてもらえないかもしれないが、私たちの間には本当に何もなかったのだ。信じますよ。カズは殺せる女性でなければ手を出さないし、私は長い間男性と一緒に寝る行為に何の感情も感じなかった。思春期は曲がった形で私に到来して去っていった。正しい価値観を残さないまま。カズも歪んだ価値観を持ってますけどね。きっと彼の言う通り、あまり良くなかった行為だったんだろう。姉を殺した犯人と一緒に寝て、それで安心感を得るなどおかしい話だ。その小学校転校してそこのミサは知ってるのかね。いつ知ったんだろうね。それは傷口に塩を塗り込むようなもので、私に繰り返し家族の不在、孤独感を知らしめる結果となった。一番苦しかったのは、私がそれに関して何の不快感も疑問も感じていなかったということだった。私のように傷口が痛むのが快感に思う人間もいるのだろう。自分自身が。執筆作業も終盤に差し掛かった頃、私は過去にコンタクトしてきた出版社の住所をリストアップしていた。この原稿が偽物、でっち上げであると疑われることはまずないだろう。彼らは姉の人生を知り尽くしている。そして私のことを追いかけ続けている。そうなんだ。かわいそうに。事実が明るみになった暁に、カズがどのような扱いを受けるのか考えただけでもワクワクしてきた。私を長い間蹂躙し続けてきた報いを受けるのだ。私がこれまで感じてきたすれ違い、違和感、苦しみは全部あいつのせいだ。だからためらうことはない。あいつがどうなろうが私には関係ない。責任転嫁と言われてもしょうがない。しかし、主観が趣味の人間と共に長期間住むことは人格形成に大きな影響を及ぼすと十分に考えられるのではないだろうか。部屋のカオスに消えた名刺とメモ帳の切れ端を探しているうち、私は窓の下に誰かが佇んでいるのに気がついた。見たところ40代後半の成人男性だ。オレンジ色のダウンジャケットに濃いグレーのジーンズ、しっかり長方形に成形されたリュックを身につけている。ラフな格好とは裏腹に、白髪混じりの薄い髪は綺麗に撫でつけられ、どことなく抜け目のなさが感じられた。誰？
男性はポケットから手帳のようなものを取り出し電話をかけた。それからスマートフォンの画面を見てはしきりに上を見上げている。窓の下、今マンションに住んでる？ミサ、このアパートの誰かに用があるのだろうか。男性は手帳を再びポケットに突っ込むと、アパートの階段の方に歩き出し、カンカンと軽快に登ってきた。そして私は急に悟った。やつはここに用があると。え、予想通り足音は部屋のドアの前で立ち止まった。わお、びっくりする。訪問者が私の元へ来る理由は大きく2つに分類できる。クレームか過去の事件の取材か。男が来た理由は言わなくてもわかるだろう、後者だね。私はイルスを使い、このまま男が諦めて去るのを待とうと考えた。あれ？しかしよく考えると男は私が部屋にいるのを知っている。きっと数十分前に外に出た一瞬の隙を見られ、私が家にいることを知られた。ゴミ出し？くそ、毎回彼らが住所をどこから嗅ぎつけてくるのかとんと見当がつかない。また引っ越さなければならないと思うとめまいがしそう。お金がね、そんなにないのにお金をかけてわざわざ引っ越さなきゃいけないっていうのがかわいそうすぎるよな。ああ、何回も鳴らすな。私は足取りも重く玄関へ向かった。もう新しい背景。玄関の前には先ほどアパートの下で見たダウンジャケットの薄い武将髭を生やした男が立っていた。厳格そうな目は周囲を無意識に威圧させている。突然お邪魔して申し訳ありません、田辺さん。私は朝明通信の田辺と申します。ここは昼間美沙さんのお宅でしょうか。ええ、はい。どこから知ったんですかって聞いてみればいいのに。今お時間よろしいでしょうか。立て込んでおりますので手短にお願いします。ちゃんとそういうこと言えるんじゃん田辺と名乗った男は擦り切れた財布から名刺を取り出した。新聞記者、常に電車や締め切りにせかされていて、蛇のような奇妙な目の動きをした人間たち。蛇のような目の動きってどんな？この男も例外ではなく、私の住むアパートの踊り場やトタンのドアの並びに注意深く視線を走らせている。誰かが来るかなってこと？わかりました。あなたは12年前の玉川死体遺棄事件のたった一人のご遺族でいらっしゃいますね。お母さんは結局見つかんなかったってことかな。これは事件は未だ未解決のまま、あと3年で時効を迎えようとしている。ご胸中をお察しするだけで胸が痛みます。その上で恐縮なのですが、事件について昼間さんに取材を受けていただけないでしょうか。ほら来た。毎回違う人間が来るにもかかわらず態度はいつも確実的だ。無遠慮でずうずうしい、敵意のこもった眼鏡の反射が眩しい人たち。彼らマスコミと呼ばれる人々は基本的に社会の声に従って動いている。私という一人の人間を他大多数の娯楽に仕立て上げて消費したいのだ。目の前に立っているのは自らが調理するカモに過ぎない、そう思っている。そうかな。そういうのはもう以前にお話ししましたので。しかし謎は未だに多く残されています。私個人はこの事件に非常に興味がありまして、きちんと精査すればまた新たなる事実が浮かび上がるのではないかと確信しているのです。精査ね。はあ。当時の警察に全てお話ししましたので、そちらに当たっていただければ。田辺はおもむろに黒い革手帳を取り出し、ガサツにページをめくり始めた。無秩序に散らばる日時の羅列と解読不可能な文字、その中に一瞬昼間宴と
姉の名前が混じっているのを見つけ、私は体温が下がった心地がした。この手帳の役割を推測するべきだ。こいつは何をしようとしているんだ。だがその前に田辺の指が止まった。本当に全て警察に話しましたか。こいつは何を知ってる。本当に言って何が。ヒルマさん、あなたは過去12年間に答えたインタビューの中で一つだけ話していないことがある。一つだけってどうして断定できる。何か隠していることがある。そうですね。それは鎌かけてるだけじゃないのかい。隠していることなんて何もありません。あなたが一番よくお分かりのはずだ。本当に分かって言ってんのかな。知りません。あなたの同居人のことですよ。知ってるじゃんこの人。これはじゃあ第三者視点で見たエンドの日かな。同居人がどうかしましたか。おじですけど。あなたは事件後多摩から引っ越して行方を消した。数年前はおじと同居していると〇〇タイムズさんに話していた。ええ、そうです。しかし実際は同居しているのはおじではない。当時のカウンセラーであるプレガタカズ。そうですね。どう答えればいい。どうするのが賢明。私は一瞬答えに詰まった。このままでは沈黙が答えになってしまう。それは目の前の記者の確信をさらに裏付けることになり危険だった。ええ、そうですが、なぜ偽っていたのです。いちいち説明するのも面倒でしょう。それに今の私の生活は事件に何の関係もありません。田辺は文字通り失笑した。私の返答など当に予想していたかのように。危険信号だ。奴は事件の裏で起こった何かを掴んでいる。世間に公表されていない事実を私が思った以上に知っているに違いない。誰から聞いたんだろう。大いにあるでしょ関係が。なぜ当時のカウンセラーと一緒に住む必要があるんです。私に身寄りがなかったためです。説明が面倒なので周囲にはそう言ってました。ただそれだけのことです。そうですか。しかしお母様はまだ健在などだから、そちらと同居するのが同齢にかなっていると思われますが。見つかってるんかい。ご存知だとは思いますが、私の母親は当時服役しておりまして、一緒に住める状態ではありませんでした。ああそうなんだ。当時は探してるって言ってた時は服役してたってこと。いいえ、あなたが小学5年生の頃、ヒルマナミエはすでに出所していました。あれ、それは後々警察からも知らされたと思いますが。なのにあなたは姿を消した。じゃあその頃は子供ミサはカズがお姉さん殺したって知ってて姿を消した。ヒルマさんが最初にインタビューに答えたのも数年前のことで、それまであなたがどこにいるか知る者は誰もいなかった。そうなんだ。あなたは受けられるべき保護を受けずに多摩から離れたのです。ご自分でもお分かりですね。何をおっしゃりたいのですか。あなたがなぜわざわざカウンセラーと同居しているかということですよ。そうですね。ちょっと先が気になるんだけど、時間が結構いってしまっているな。ちょっとここで今回は切りますね。また中途半端になっちゃう気がするけど、すみません。また次回に続きます。ここまでご覧いただきありがとうございました。お疲れ様でした。